ユルゲン・クリンスマンは西ドイツ・バーデン・ビュルテンベルク州、ゲッピンゲン出身の元サッカー選手、サッカー指導者。ポジションはセンター・フォワード。2011年から2016年までアメリカ合衆国代表監督を務めた。2006年に開催された FIFA フフワールドカップドイツ大会ではドイツ代表監督を務めた。ライフキネティックを取り入れたことでも知られる。 VFB シュトゥットガルト時代のクリンスマン。写真は UEFA カップ1988から89準決勝1 FC ディナモドレス電戦。1978年に西ドイツのクラブチーム SV シュトゥットガルターキッカーズに入団してキャリアをスタート。1984年に VFB シュトゥットガルトへ移籍し、1987から88 シーズンには得点王を獲得。1989年にはセリエ A インテルミラノへ移籍し、3シーズンプレーした。1989年8月23日、コッパイタリアのスペツヤ戦で移籍後初ゴール、9月13日、ボローニャ戦でセリエ A 初ゴールを決め、11月5日のエラス、ベローナ戦でセリエ A 移籍後初のハットトリックを達成した。 初年度は13ゴール、2年目は14ゴールを記録。UEF、インテルでは通算123試合40ゴールの成績を残した。1992から93シーズンからプレーした AS、モナコでは1シーズン目にリーグ戦で20ゴールを記録。1993から94シーズンにはチャンピオンズリーグで準決勝まで進出するなどの活躍を見せた。 1994から95シーズンからトッテナムに移籍8月20日のシェフィールドウェンズディセンで移籍後初ゴールリーグ戦21ゴールを挙げ FWA 年関西優秀選手賞にも選ばれたが1年で母国へ帰還1995年に母国バイエルンミュンヘンに移籍して2シーズンを過ごした1995から96シーズンはリーグでは チームトップの16ゴールを記録し UEFA カップでは12試合で15ゴールを決めて優勝に大きく貢献。1995年度バロンドールの投票では第2位となった。1996から97シーズンは2月15日のザンクトパウリ戦でブンデスリーが100ゴールを達成。チームトップの15ゴールを記録し3シーズンぶりのリーグ優勝に大きく貢献した。 1997年からは UC サンプドリアに移籍するも8試合に得点、振るわず、シーズン途中トッテナムに復帰、5月2日ウィンブルドン戦で4ゴール、シーズン最終戦また自身のプロクラブでのラストゲームとなったサウサンプトン戦でゴールを決めるなど、15試合9得点を記録、同シーズン限りでプロとしての現役を引退。2003年からは、 アメリカのアマチュアクラブのオレンジカントリー、ブルースターズでプレイし現役を引退した。1987年12月12日のブラジル戦で代表デビュー、ロイターのゴールをアシストした。1988年4月27日のスイス戦で代表初ゴールを決めた。1988年ソウルオリンピックでは銅メダル獲得に貢献した。 1990年のワールドカップイタリア大会ではグループリーグで2ゴール、ラウンド16のオランダ戦で1ゴール、準々決勝のチェコスロバキア戦では PK をダッシュするなど優勝に貢献した。1994年のワールドカップアメリカ大会ではグループリーグの3試合でいずれもゴールを挙げ、ラウンド16のベルギー戦でも1ゴールと4ゴールを挙げた。 UEFA 欧州選手権1996では3ゴールを挙げて優勝に貢献した。1998年のワールドカップフランス大会でも合計3ゴールを決めている。ラウンド16でのメキシコ戦でのゴールが代表での最後のゴールとなった。通算成績は108試合47得点。2016年11月4日、ドイツ代表の名誉キャプテンに選出された。 選出は男性で5人目、男女合わせて7人目となった。代表引退後はコーチライセンスを取得して2004年にルディフェラー辞任を受けてドイツ代表監督に就任した。監督就任後は縦選手を積極的に起用したが、なかなか結果を出せず、親善試合でも苦戦が続いた。このため、口述するように母国を留守にしていることも相まって、 ドイツ国民から批判を受けることが多かったが、地元開催の FIFA フフワールドカップ、ドイツ大会で、下馬票を覆す試合内容、成績を収めたため評価は好転。3位決定戦ではポルトガルを3-1で破って3位に導いた。大会終了後監督を辞任すると発表、退任後は、ドイツの有料テレビで解説者を務めていた。2008年1月、2007から08、 シーズン終了後にオットマー・ヒッツフェルトの後任として、バイエル・ミューンの監督に就任することを発表。チームの大胆な改革を進めてきたが、2009年4月27日、リーグ戦の成績不振や、チャンピオンズリーグの惨敗を理由に、バイエル・ミューンの監督を解任された。2011年7月29日、アメリカ代表監督に就任した。ドイツ代表、 バイエルン同様、アメリカ代表でも大胆な改革を進め、ボブ・ブラッドリー政権で首相を務めたカルロス・ボカネグラ、や、同政権のエースだったランドン・ドノバンといった重鎮に、見切りをつけ、クリント・デンプシー、ジョジー・アルティゾール、ティム・ハワードといった、同政権の主力をベースにしつつも、ファビアン・ジョンソンや、アロン・ヨーハンソンなど、欧州のクラブシーンで活躍する二重国籍者を、勧誘して、次々と、 アメリカ代表デビューさせた。ジャーメイン・ジョーンズやクリス・ウォンドロースキーなど、クリンズマン就任前の二重国籍者も加え、人用も戦術も大きく変化させた。2013年のコンカカーフゴールドカップでは、優勝に導き、2014FIFA ワールドカップの出場にも導いた。2014FIFA ワールドカップでは、これまで3大会連続出場したランドン・ドノバンを、 最終メンバーから外した。一時リーグで母国ドイツ代表と対戦指令から一で敗れたものの、グループ2位を確保し、決勝トーナメント進出を果たした。2016年11月、2018FIFA フフワールドカップ、北、中米カリブ海5次予選のメキシコ代表戦、コスタリカ代表戦、2019年11月27日、 ヘルタ・ベルリンの監督に就任したことが発表された。しかし、就任後もチームの流れを変えることができず、首脳陣との方向性の違いなども発覚し、2020年2月11日に辞任に追い込まれた。クリンスマン・ベーカリー・ドイツ代表、編集アメリカ代表、編集、ありがとうございます。